YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、大地です。今日はですね、休みです。最近休みばっかですね最近なんか休みばっかりだな、今日は寒いまだ寒いですね、全然上着を車に忘れてきた寒っ、てか昨日、一昨日ぐらいからめちゃくちゃ寒くないですか。ちょっと今日はですね、たまに僕が行ってる酵素浴に行こうと思ってます。酵素浴、酵素浴初めて聞きます。あんまよくわかんないですよね、ちょっと後で説明するので、とりあえず中に入っていいですか。中入りましょう。酵素浴入ったことないですか。初めて聞きました。俺いつから入ってんだろうな、酵素浴。なんかもともと、今サウナずっと行ってて、この間もサウナ行ったじゃないですか。サウナの前が俺岩盤浴とか、あと酵素浴っていうのがもともと京都で僕時代劇の撮影してた時に共演者の方に教えてもらって、なんか京都に老舗の酵素浴があって、そこ行ったのがきっかけだったんですけど、土の中に埋められる生き埋めにされるやつです。殺人現場なんですよそれなんかちょっと生き埋めになりたいんですよ、めちゃくちゃ汗が出る。結構よく来るんですか。そうですね、定期的に来てますね。毎月来てるってわけではないですけど、でもまあ多い時は多いし、でもここ1日に何人って決まってて入れる人数、だからなんだろう、こっちは個室の方ですよね。はい、そうです。と、向こうもっと大風呂っていうか大きい部屋、そこでも他の人と一緒になることはなったことないな。他の人に会わず、なんかゆっくり行きますっていうのを大切にしてるお店らしくて、いいですね。てか、最近 YouTube で裸になりすぎてません？ちょっと脱ぎ率高いですね。だいぶ脱ぎ率高いよね。まあ趣味がサウナだから動画出ないけど。たまたまですね。しょうがねえんだけど。それしてる間にすごくなんか今掘ってくれてる。掘られてる。めちゃくちゃあったかいですよ。へえ。今度入ってみてほしい。これは何に包まれてるんですか。これはおがくず、木のおがくず。へえ。とっては松の木を使用してまして。自然発酵させてるんですって。そう。へえ。電気とかガスとかを使わずに。あ、そうなんです。温めたりしてなくて自然になってるんですか。そうです。自然発酵と、あとは微生物の発酵もあるので、それが合わさっての発酵ですね。酵素浴での体の温まり方ってお風呂の体の温まり方と違う、全然違うんですか。あ、全然違いますね。酵素浴は、内臓から温めていきますので、こうじわじわ中から温まるようなものになっているので、今すぐ汗をかくっていうことではなく、10分15分入って、中から汗をかいていく感じですね。今日一番下のところはもう65度以上。あ、そんなに暖かくなってるんですか。そうですね。だからこれで体をこう揺らして下に行ったりとか、場所変えるだけでも全然暑さが変わるんですよ。へぇ。音楽自体にも酵素が入ってるんですか。そうです。この中に発酵の原液って言って、発酵するタイミングの樽の一番底の原液をこの中に一緒に入れてます。あ、そうなんですね。結構顔にちょっと汗というか、もうかいてますよね。てか、今日の朝も俺サウナ行ってるからもう発汗状態を整った上でさらに酵素浴着る初めてのコースですけど、本当言ってたより思った以上の生き埋め状態ですね。そうなんです。しっかり生き埋めでしょ。しっかり生き埋めでしょ。まあでも全然体を動かせるから、うーん、結構なんかそれこそ、まあ僕も最初はね、若干怖いなっていうのがあったんですけどね、全然大丈夫だった。なんかすぐ手も出せるし、足も出せるし、土みたいな感じなんですか、触り心地と。うん、めちゃめちゃ柔らかいですよ。あ、柔らかいんですか。めちゃくちゃ柔らかい。でも酵素浴によっても、僕もそんな何軒も行ったことがあるわけじゃないけど、全然結構お店によって違うんですね。でここはなんだろう、すごい多分入りやすい
し、酵素の老舗のお店があって、大高酵素っていう、もう多分100年ぐらいでも歴史がある酵素を作ってるところがあって、そこと共同でドリンク作ったりとか、だから免疫がちょっと下がってきてそうだなとか疲れてそうだなっていう時は、だからそれこそ舞台の本番が始まる前とか、稽古で結構もう体って消費してるから、そういう時とかなんかこう、まあ、舞台の後半とか、なんかこう疲れが溜まって免疫が下がってきた時とかに、風邪ひきたくないから、そういう時とかによくね来てます。本当に、はい、僕29から気をつけ始めたんですね。30になる前に、体のことをもっとケアというか意識してみようと思って、それまでは、もうほとんどファーストフードしか食ってなかったし、コンビニ飯で済ましたしもう飯なんか何でもよかったし、何も考えてなくて、でもまあ一応30になるから、なんかこう自分の周りに40代50代の人ってすごいいっぱいいて、その人たちが反面恐怖となって、このまま過ごしてたらこういうおじさんの体になっちゃうんだなっていう恐怖をね結構感じたんですよ。だから29ぐらいからそれこそ岩盤浴とか酵素浴とか食べるものを気をつけたりとか、まあでも一番はその体を温めるというか体温を上げることを結構一番やってて、そっからねマジで本当風邪もひかなくなって、体調を崩さなくなった。はい、はい、体は内臓をやっぱり温めるって言ったところでは、温活ですとか腸活ですとか、それこそ冷え性ですとか、あとは先ほど早乙女さんもおっしゃっていただいた通りに代謝がアップするので、免疫力も上がって風邪をひきにくくなったりですとか、あとはやっぱり自律神経も整えますので、体にとっては全ていいことしかないですね。これ大変なのが感じすぎて、僕いつもこっから上がってシャワーして着替えて帰る時も汗止まんないんです。ああ。いつも汗だくで帰って長持ちするんですね。そう、全然汗止まんない。はいはい、中が止まりまくってるから、汗が止まんなくなるんです。はい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 。めちゃくちゃ温まりました。もう汗止まんないんだよな、ここから10分15分ぐらい上がっても。化粧水はあ、ここのやつも使ってたっすね。なんかこう、そのちょっと匂いが独特なんですけど、はい、大高酵素のなんかヘーラルーノっていうやつがあって、それを化粧水でそれ使ってた。極端にやりすぎちゃうと疲れちゃうから続かないんですよ、ね、いかに続けるかだから、まさかこんな健康のことを語る日が来るなんて夢にも思ってなかった。ここは酵素浴上がりにいつもドリンクを出してくれるんですけど、今日は無酸化シソジュースヘリオス酵素ソーダ割りっていうのを。絶対美味しいやつじゃないですか。俺シソ体験飲めなかった。シソがクソなんでシソが飲めねえんだ俺は。こんなおしゃれなちっちゃいスローでじゅいじゅい味わえないってシソはうわぁシソですか。裸汗 YouTube になってますね、だいぶ。あ、というかこの後、はい、楽しみですね。はい、初めてですよね。初めてですね。今日は、まあ、休日なんで、いつもなんかこう過ごしてるような僕のこう休日の過ごし方を今日撮ろうってなってて、でこの後は初めてのショッピングショッピング今日は強い助っ人も来るしね。来ますね。よし、楽しみだ。これなんでキリトレモン？あ、間
かあのお店の方が YouTube 見て、嘘でしょ、本当です、この間のサウナのやつ見てくれてるってことで、そっと置いといてくれたの。お好きだっておっしゃってたんでって、サウナ上がりにも汗かいた後のこのビタンさんの喉越しをしっかり入れる。でも本来はせっかく腸とか内臓を温めた後にそんなに冷たいものって飲まない方が本来はいいと思うんですけど、ちょっと気持ち悪いせっかくいただいたね、もう僕が好きなの全部知ってくれてるから、ちょくちょく多いよ。仕上がりました。これが僕が選んだスタイリングです。いやいやいや、僕が帰るわ。